えー、こんにちは、こんばんは。えー、マサトです。えー、農家と農園習で送りしています。1分間にたく。今日もこの、僕団、いん、くなやさんからの、おえー、最新、えー、情報。 ICBM のこの正体、判明このロシア、ウクライナに使用したのは極超音速ミサイル、オレーショニクという最新兵器、プーチンがこの極超音速ミサイルで攻撃した標的の正体と非正規実験の全貌について解説しますということで、前回の動画に続き、今日は日本は、 えー、2時前ですね、23日、11月23日ですね、日本で勤労会社の日ですけど、えー、昨日動画アップされた2本目ですね、えー、最初の動画、私自身もさ,、えー、さっき動画上げましたけど、えー、最初の動画がこのロシアが ICBM を発射か、近代の、うん、一線を超えたドニプロ攻撃の衝撃、遺撃不能の兵器使用の意味するか。 核戦争の危機と今後の戦況の影響はということで、えー、2本目ですねそして2本目の詳しく時間が経ってこの最新情報「ボクダン・ウクライナさんより ICBM の正体判明、えー、ロシアがウクライナに使用したのは?」 超極超音速ミサイルオレシ,シ,ショックという,う最新兵器プーチンが極超音速ミサイルで攻撃した援助の正体新兵器実験の全貌について解説しますということで今回、えー、完全にロシアがこの、えー、バイデン大統領がこの、えー、あの 長距離兵器制限解除をしたのに反撃したいですね、えー、まあ日本で言えばこの、うん、岩田元陸将が遅すぎたということで <laughs>、えー、この「東山 t v さんではこのクルクスの危機改正を狙ったクルクスの進攻はこのアメリカのこの 長距離この使用制限を解除するのが目的ということでまあトランプ大統領側も実際に1月から政権することを見越して今北朝鮮がこの参戦してきましたですねそのタイミングでこのイーズあれですね。ということでこのロシアはゼレンスキ大統領も約10万人ぐらい来るんじゃないかということで警戒してますね。そういうことで アメリカも北朝鮮兵中ということで、えー、限定じゃなくて、この、レ、えー、シャン地区かな、隣の州に打ち込んだですね、エ、え、イ、ー、タクモス、このクリックスじゃなくて、最初に、レ、えー、ベシャン えー、リシャンシク州かな弾薬庫そしてこのストームシャドウでこのプーチンのクリクスのプーチンの宮殿と言われて保養所のこの特に北朝鮮の指揮所が弾薬等があるじゃないかということで、えー、完全にこの。 攻撃しましたそのしたかし報復としてこのプーチン大統領いろいろとこのえージョネさんに言えばどうでもいいっていうかかといってこの甘く見られないということですけどえなかなか兵器の私も詳しくないですけどこのサトンじゃなくてこの えー、体力弾,弾道じゃなくて体力だ弾道は5,000かな 1,000km 離れたそういうことで、えー、パトリオットで撃、えー、ち落とせるどっか分からないけど撃ち落とせたら同じことですけど、えー、今回ドニプロですねそういうこのウクライナのこのいろいろこの軍事 この、うん、兵器いろいろな、えー、工場ですね、えー、僕らさんも詳しくし,してますねまあ、えー、この軍事関係、えーまあ、そういう、えー、兵この関連についてはなかなかウクライナは情報を出さないということで、まあ、民間人の被害に対しては出すけど、まあ、戒厳令そして、えー、このロシアに律、えー、しますので、えー、逆にあまりロシアにこのウクライナさんの報道でも、えー、外国メディアが報道した 分はいいですけど勝手に、えー、そういう先立って行動すると、まあうん、ウクライナもこのボグダンさんも、えーまあ、逮捕されるというかそうですね、えー、このもう戒厳令そういう戦争状態ですので相手ロシアにするような報道はですねでもボグダンさんはまあそのそういう大手、えー、外国のメディアが報道したのに あってまあ厳しい辛口ですけど、えー、まあコメントしてますね、えー、生々しいそういうウクライナのこの現実ですね、えー、が垣間見えます本当に、えー、なかなかこのぼくんさん頑張ってますもう命を張って本当に、えー、ジャーナリストとして、えー、まあ体調本当に、えー、ウクライナのミサイル無人機攻撃で寝れないそうまた、えー、と睡眠薬安定安定剤飲んでいたのこの 僕男性ですね。もう厳しい。前回、このウクライナの独立記念日に2、3日のこの列車の,この大攻撃がありました。また、2、3日前ですかね、だいぶこのミ,ミサイル、無人機との攻撃があって、えー、今回のこのープーチンによるこの反,撃反撃ですね、長距離兵器、えーこの,えー、の使用制限解除に対する反撃がありましたけど。 ウクライナは絶対この、えー、また次回の動画でアップされましたけど無人機でいろいろとこの成果上げてますね、えー、本当にウクライナ近くにある30実際この271ですかねそういう長距離兵器で叩いてロシア崩壊ですね、えー、絶対このプーチンが始めた2014年のこのクリミア併合そしてドンバスの分戦争今回の全面戦争もう11年目ですね絶対にプーチンによる地下による現状変更この武力現状変更許すべきものじゃないです ねえー、そのソ連崩壊時のウクライナの完全な主権の開くウクライナの平和ですねはい引き続き以上ね僕だインウクライナさんをオーチェンしていきたいと思います最後にこの僕だインウクライナさんより、えー、ロシアが ICBM を発射違いますね、えー、ロシアがこの最新情報をこの ICBM の招待判明、えー、ロシアウクライナ、えー ロシアがウクライナに使用したのは、えー、極超音速ミサイルオレ小肉、えー、という最新、えー、兵器、えー、プーチンが 極超音速ミサイルで攻撃した標的の正体とこの新兵器、実験の全貌について解説します。なかなか詳しくは、えー、この理解できませんけど、引き,ききき僕だ、ユニオン・クラさんをウォーチェングしていきたいと思います。マスタートです。マスタートのこの y o チャンネル登録、またコメント、いいねボタンともよろしくお願い,いします。えー、また、聖書を学びたいなというお友達を募集していますので、よろしくお願い,いします。次回の1分間のおでお会いいたしましょう。マスタートでした。シュ